マエストロのエフェクターたくさんありますけど、今日はコンプとブースターを弾いてみました。どっちも最高です。
げているエフェクターが何種類かありまして、うん、今回そのうち2種類をちょっと試してみようかということで、はい、うん、まず弾いていただいたのがブースター。まずもう見た目がいいですね。 LED が3色いっぺんにつくのがいいですよね。これめちゃめちゃかっこいいですよ。色付けしないブースターって世の中にあるじゃないですか。はい、割とがっつりサウンド変えてくれる系、うん、踏んだらもう踏みっぱじゃないですかね、うん、キャラがとっても強いので、だからこれ踏んだ上でこうトーン作っていく感じがいいんじゃないかなと。ブースターだからといってクランチ系歪み系チャンネルにしか使っちゃいけないってわけじゃなく、クリーンチャンネルに使っても全然大丈夫でしたね、うんうん、でプラスなんかこうまた別なオーバードライブだったりディストーションだったりとか歪みを足してあげるとまたなんかこう楽しいんじゃないかな。そのちょっとコントロールに関して若干補足すると、レベルと、トーン、要はいわゆるハイカットのつまみに加えてスイッチでオンオフできるハイパスフィルターもついてたりして、うん、で右に回していくと、ローがどんどんカットされていくという、だから使いようによってはミッドブーストもできちゃうという、まあ、なんせそのサウンドの振り幅っていう面ではすごく広いなと思います。
はい、大橋さん、今度はコンプレッサー、はい、最初にクリーンチャンネルで弾いていただき、次にフランチチャンネルで弾いていただきましたが、はい、コンプの中でも結構好きな部類ですね、これね。いやらしくないっていうのと、まずかかり方が太くなる感じもあるんですよね、まあカッティングにはもちろんフランチチャンネルにこれいいですよね。確かに、原因を上げた時とはまた違う意味合いでの、密度が濃くなった感じというか、あのストロークとかって意外と難しいんですよね。ちゃんとこう粒を揃えて、それをねちゃんとこういい感じにまとめてくれる感じはあって、上手になった気になっちゃいますね。薄くかけても自分のプレーをねちゃんと底上げしてくれる感じもあるし、でちょっときつくかけることもできるので、超ロングトーンなクランチサウンドみたいな、リードを弾く時とかね踏みたい感じはありますよね。多めに回しといて